ハフナルフィオルズールは、アイスランド南西岸大レイキャビークにある都市で、首都レイキャビークの 10km 南に位置する。アイスランドでは、レイキャビーク、コーパボクルに次いで3番目に人口が多い都市で2万6003人で、ある。2008年2月29日に2万5000人を、超えている。人口は2万人台の都市ではあるが、アイスランドでは3番目に、大きな都市であることから、 地場産業や年間行事、様々な都市活動は確立されている。ハフナフィオルズールの地名は、フィオルドの港を意味し、天然の良好からこの地名がついている。町は、中世の土地記録書や14世紀終わり頃のハフナフィオルズールへの旅行期に示されている。イギリス人が15世紀にハフナフィオルズールで商業を始めたが、ドイツ人商人がすぐ後を追って進出し、結果的に、 イギリス人は追われた。あと2602年までハンザ商人の活動の場であった。この頃、デンマークはアイスランドに交易の独占区域を確立し、18世紀後半まで継続した。この期間、ハフナフィオルズールは最も栄えた交易の中心地であった。1793年、ヤルニシュベルト線がここに定住し、大規模な商業的漁業をはじめ国際取引や、 地場産業に影響を与えた。彼の事業や指導力は、街での印象的な商売の開始を示唆した。それ以来、ビアルには、ハフナルフィオルズールの父や、サービアルニなどの愛称が付けられている。1870年代、アイスランドの漁業は、劇的に変わった。アイスランドの成長傾向の中、使用する船も小型のものから大型のものへ、変わっていった。 急速な成長は雇用者を増やし、1908年、ハフナフィオルズールは自治体の地位を得ている。第二次世界大戦後、より進んだトロール船や多くの動力船が船団に加わっている。1973年に最初の船尾トロール船が町に登場している。今日、ハフナフィオルズールはアイスランド国内でも、 大きな漁業の中心の一つであり、最大の卸売市場でもある。力強い地元経済は、漁業や貨物輸送と関わり著名な港となっている。アイスランドでは2番目に取引が多い貿易港である。漁業や貿易港のほかリオティントアルキャンによりアルミの精錬が行われている。1969年より精錬所が設置された。 ハイフナフヨルズールはアイスランドのロックンロールの中心都市で多くのバンドがここを起点としている。また、毎年バイキング祭りが開かれ愛好家によるバイキングを再現した服装を見ることができる。人口が少ないにもかかわらず、地熱を利用した温水プールが市内に3カ所立地する。ありがとうございます。